百鬼より効果物語。向かって、右が素玉、左が猛霊。チミ猛霊とは、山の怪物や川の怪物。様々な化け物、妖怪変化。チミは、山の怪、猛霊は、川の怪であり。一般には、山がすべての怪として、チミ猛霊の名で用いられることが多い。チミとは、山林の域から生ずるという怪物のことと言われている。顔は人間。 体は、獣の姿をしていて、人を迷わせる。平安時代中期の辞書、和名類受賞では、須玉という和名の鬼の一種とされ、江戸時代の百科辞典、和漢三サ,サイズでは、山の神とされる。猛量は川や、牧石の精霊とされる。山、水、木、石など、あらゆる自然物の世紀から生じ、人を化かす。また、死者を食べるとも言われ。 姿形は幼児に似ていて、二本足で立ち、切穀色の皮膚をして、目は赤く、耳は長く、美しい髪と人に似た声をしている。これらの外見は鬼を思わせる。和漢三歳図絵では、水神、古代中国の書、春秋差子伝では、水卓の神とされる。語源に関しては、諸説あるが、古代中国の妖怪火星の一種とされる。式によると、地は、 虎の形をした山の神、ミハチョ刀人形の騒がみとされ、ここからいろいろな獣の属性を合わせ持った怪物のイメージが膨らんだと推測される。チミ毛量がばっこする政治の世界などと政治的パワーゲームがうごめく様を指したり、中東の服装したチミ毛量の世界など、イスラム原理主義やオイルマネーが渦巻く、うぞうむぞうの状態を指したりする。ありがとうございます。